80年代トレンディードラマから黒田アーサーでした。さあ皆さん、懐かしのトレンディードラマの世界へようこそ。今日は皆さんの大好きな、僕も大好きなトレンディードラマの世界をお送りしたいと思います。改めまして私、チノパンコングレキンボタン、80年代トレンディードラマの俳優です。さあそれでは早速トレンディードラマの世界をお楽しみください。どうぞ。おゆり、いらっしゃい。何する？OK。 ああ、そいつウーパールーパーって言うんだよ。最近大ブームでね。知らないよ。遅れてる。エビマキトカゲはもう古いぜ。どうした？元気ないな。目の前にこんないい男がいるってのに。え？俺が悩みなさそうだって。モチのロンだよ。人生悩んでたってきりないからな。悩んでたってどうせノストラダムスの予言通り行けば1980年には人類は皆滅びちまうんだ。あ、ごめん、ポケベル待ってる。お前の待ってるアツシは今夜も遅くなりそうだってよ。一方その頃、残業をしている三枚目役のアツシ。あれあれあれ、みんな部長帰ってきたみたいだよ。部長、残業なんかやめちまおうぜ。残った分はさ、週明けに回せば大丈夫い。今日は花金なんだし、パーッと行きませんか。パーッと5時間男の時間ですよ。そしてその頃、六本木のリストでナンパをする残念な演技力の名もなき脇役。ねえ彼女、俺と一緒に踊らない？チェ、ノリ悪いの？そして、すったもんだがありまして、いよいよ迎えた最終回。三枚目役、アツシがヒロインユリへ告白。ユリさん、待ってください。ずっと言えずにいました。こんなダメな俺ですが、ユリさんのことを幸せにする自信は誰にも負けません。僕と付き合ってください。お願いします。え？いいんですか？本当に僕でいいんですか？いいんですか？やったーやったーやったー、みんなみんな。というわけで